ドラー自然大好きフリーアナウンサーの森井みりんです。今回はこちら、長崎県対馬の和田角神社、こちら海中神社にやってきました。今日は干潮ので海の中ではないんですが、潮が満ちている時にはこの鳥居が海の中に入っているかのような竜宮城のようなあの神社になるのが特徴な和田角神社というところです。3つ鳥居があります。この神社には古くからの歴史があるので、あの多くの人がここにお参拝にいらっしゃる神社です。これから私もこちら向かいの本殿の方に入っていきたいと思います。行ってきます。対馬の欠かせない観光スポットになっている和田角神社、対馬の中部豊玉町という町にあります。彦穂穂出美の御事と豊玉姫の御事を祭り、古くから竜宮伝説が残されています。境内には興味深いものも多く、画面右に映った細い鳥居は全国でもあまり見かけることのできない三本鳥居、イソラエビスです。海の神様のご神体と伝わる不思議な石です。本殿に向かって一直線に建てられた5つの鳥居、うち2つは広島の厳島神社のように海の中にそびえ、神秘的な雰囲気を漂わせています。道路が整備される前は船が主な交通手段だった対馬で海からの参拝客を迎えていました。次にやってきたのはこちらです。身代わり鳥居とあります。この和田角神社の鳥居の上の部分だけがここに置いてあるんです。そして両端にその下の部分が置いてあります。こちらなんですが、これは一体何なのか、この説明がありました。身代わり鳥居、33年前に建立された一番海側にある第一鳥居が2年前の令和2年の猛烈な台風によって倒壊しました。1年前の令和3年8月1日にはクラウドファンディングなどによって再建されました。倒壊当時、対馬に相次いで猛烈な勢力の台風が接近し、各地で大きな被害をもたらしました。一方で、大鳥居が身代わりになって被害を最小限に抑えてくれたという多くの声を受けて、身代わり鳥居として再建立されました。ぜひ多くの皆様にお贈りいただき、幸福をお分かちしたいとのことです。このクラウドファンディングは目標達成率 542% で2700万円以上の支援金が集まっていました。多額の支援が集まった一因として、世界中で大ヒットした対馬が舞台のゲーム、ゴースト・オブ・対馬ファンが多数参加したことが挙げられていて驚きました。ということで、これこの鳥居の下をくぐってくださいっていうことなんですね。じゃあちょっと私もこの鳥居に何かあった時身代わりになってほしいという思いを込めてやってみます。はい、潜りました。なんかこう鳥居の下を潜るのってすごい珍しいですよね。ちょっと新鮮な新しい体験をしました。皆さんご覧ください。このようにセメント化でこう鳥居がつないであるんです。この和田角神社と書かれている部分も3つに分かれてしまっていたのを1つにつないでます。なので台風でもう鳥居が粉々になってしまったものを本当に再びつないでここに建立したんですね。すごいですね、ご利益が
ありそうな感じの圧巻です。やっぱりこの目線にこの大きさのものがあると大きいなって感じますね。近くにあるとすごい大きい。和田積神社の身代わり鳥居でした。ここに和田積神社の説明、ご祭神とご由緒があります。この和田積神社は古い歴史があるんですね。現在でも対馬島民の参拝はもちろんのこと、全国各地からの参拝が多いとあります。それではお参りに行ってきます。皆さんも一緒にエアーお参り、オンラインお参りしてみてくださいね。本殿の左側にもこちらに拙者、末社あります。浜殿巫女神社御祭神飛行歩歩で美の巫女と豊玉姫の巫女と、御本殿に鎮座する御祭神と同一であるが、別の場所に鎮座していた社がいつの頃か当神社の境内社となったとのことです。これは夫婦の境内社なので、なんか夫婦仲とかがすごい良くなりそうな神社ですね。よし、はい。そしてこの本殿の下からこう根がずっと続いているこの松の木なんですが、こちらまるで竜みたいじゃないですか。この根っこ、この松の木、こちら何なのかと言いますと、御神木の立松なんです。豊玉彦の御事の化身と伝えられる立松の龍神の松、その根は龍のように地面を張って御本殿直下と伸びているとのことです。すごい立派な松の木、そしてこう根がこんな風に私たちの目に見えるところで竜のように伸びていって、そしてさらに本殿の下直下に伸びているって、すごいなんか意味がありそうな松ですよね。いや、縁起が良さそうです。パワーをもらえそうです。本殿から飛び出してきた竜、まさに竜宮を思わせる御神木です。それではこちら右側にも行ってみましょうか。こちら原波神社です。御祭神豊玉彦の御事、豊玉彦の御事は当地を夫姫と名付け、竜宮という宮殿を築いたと伝えられている。創建の時期は定かではないが、釈迦文書によれば山城国おつくん郡長岡に住むアグモ宿、漢字が難しいが、神武天皇の命によって初代宮司となり、その子孫が代々宮司を接収したというとのことです。神社の歴史はやっぱりちょっと難しいですね。では次行ってみたいと思います。どれにしようかな。あ、対馬山猫もあるけど、豊玉姫の猫と玉の、でもまあ対馬山猫にしよう。はい、それではこの神社の後ろを回るには拝観料が100円必要なので、これを今納めましたので中に入ってみたいと思います。さあ、裏参道へ行ってみましょう。すぐ見えるこの石、こちらは亀甲石です。
亀の形をしたこの石は、かつて鬼木神事を行っていた場所と伝えられています。鬼木は亀の甲羅を使う木線占いの一種で、亀の甲を一定の作法で焼き、生じたひび割れによって吉凶を占います。この石も珍しい三本鳥居で囲われています。全国でも滅多に見られない三本鳥居が渡住神社には2つあります。もうミステリー感満載ですね。もみじが綺麗です。白い砂利石があって、この本殿の裏を歩いて行ってみます。なんかこの左右の縄にもこの白い神社の紙がついていて、神聖な場所っていう雰囲気が漂っています。なんか対馬のこの森、緑が豊かで、とっても木が高くて、すごい気持ちが落ち着きます。あ、何かがありました。鳥居、豊玉姫の御事の御陵墓、豊玉姫の御事のお墓ですね。釈迦文書には夫婦岩と記録が残っており、奥の段が豊玉彦の御事、手前の段が豊玉姫の御事の御神意を宿していると伝えられている。豊玉彦の御事はこの真珠の浜の奥地に巨大な宮殿を築いたとされ、当神社はその跡地に築かれた。さらにこの岩倉の奥には豊玉姫の御事がお産のために鴨伊勢の紫瀬戸に向かわれる途中に腰掛け血を流したことで神意を宿したと伝えられる腰掛け石があるが、たたり石のため絶対にこの先に立ち入ったり石に触れてはならない。かつてはこの岩倉の見舞いに仮社を建て、一年に一度おこもりの儀を行う当神社の最も厳格な場所である。この先の御垣内はもともとは禁足地であることを念頭に、敬神の念をもって死後を慎み、しずしずと参られたい。この鎮守の森は長崎県指定の天然記念物です。ここの森は天然記念物みたいです。すごい。では中に入ってみたいと思います。行ってきます。じゃん、皆さんご覧ください。御朱印をゲットしました。こちらです。かっこいいですよね。この参拝対馬って書いてあるんです。それがすごいかっこいいですね。500円でした。はい、このクリアケースというか、この袋の中に入れてくれる、ちょっと丁寧な神社でした。はい、この鳥居のまだら模様もまるで異世界に来てしまったかのような感覚になりました。次にやってきたのはこちらです。皆さん登ってきてください。うわー、すごい、とっても見晴らしがいいです。ここは渡住神社から車で4分の烏帽子岳展望所です。対馬を一望できます。360度のパノラマです。リアス式海岸の入り組んだ入り江、そしてポコンポコンポコンって浮かぶ島々がとっても可愛らしくて幻想的な素敵な風景です。あ、ツバメも飛んでます。蝶々も飛んでます。こちらはですね、烏帽子岳展望所というところです。あー、気持ちいい。対馬のあのちょうど中央に位置する展望所になります。あちら奥をご覧ください。2つ
山の耳のように見える高い山、あれが白岳です。私も登ってきました。白岳がここから見ることができます。そしてここにどんな山が見られるのかが書いてあります。この見渡せる海は阿蘇湾です。こちらに説明書きがあります。360度をぐるりと見渡せる展望から見える阿蘇湾は、幾重にも連なる山々、海に浮かぶ大小無数の島々、リアス式海岸の波静かな海を雄大に映しています。天候がいい日には北東方向に釜山の山並みが見られます。大きな風景の中でゆったりと心までくつろいでくださいとのことです。なんとここから釜山が見える時があるようです。はい、今日はちょっと霞んでいて、あまり海の向こう側は見えにくいんですが、とってもいい景色です。もう緑がすごい豊かで、やっぱり気持ちいいですね。ここに来るまでには車で駐車場まで運転して、ここまで120メートルのところと、奥まで行くとここまで50メートルのところがあるので、私は奥の方の50メートルのところからやってきました。ちょっと階段が120メートルはきついなと思ったので50メートルにしました。皆さんもぜひ参考にしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。またの動画でお会いしましょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かったなと思ったら、ぜひ高評価お願いします。今後も動画を投稿し続けますので、ぜひチャンネル登録をして応援お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。どうだー、キモティー、チャンネル登録よろしくねー。